あの、ちょっとフィギュア速報、フィギュアスケート速報兼、ちょっとコメント読んでいきたいと思いますが、えっと、ちょっと待ちくださいね。えっと、アクアマリンさんからですね、ちょっと速報入ったんですけど、木原くんの腰椎分離症が完治していなくて、陸流が全日本選手権欠場にというお知らせが来ちゃいました。え残念ですが、しっかり治して、元気になって戻ってきてほしいですね。うーん。ちょっと残念ですね。うん。 この腰椎分離症っていうのはなかなか治りが、あの、やっぱりこう、休憩しないとダメなんでしょうかね。うん、まあ無理をしないで、ゆっくりとね、ちょっと治していってほしいなと思いますけどもね。うん。はい。ということで、力流欠如ということでございます。はい。もうちょっと、あのね、読んでいきますね。 天丸様、よろしくお願いいたします。かぶくん、あ、お疲れ様です。えー、しょうまくん、ステファンの背中をトントンはワンちゃんにしているみたいで、優しいなと思ってました。なん、なんてね、うん。あの、北京五輪の個人ショートからステファンを落ち着かせように、落ち着かせるように手を握って、握り返したときから、あれ、しょうまくん変わったなと感じました。男らしいというか、紳士的。うん。かぶさんもグランプリファイナル実況解説、ありがとうございました。いや本当にありがとうございます。 すごかったねでも本当に、宇野選手の、こう、なんか、逆に宇野くんからなんか、あの、先生大丈夫だよって、なんか、こう、頼もしいですね。ねでもなんか、シャンペリーのね、皆さんも、宇野選手の背中を見て、頼もいさっていうのはどんどん出てきてるなっていう気がしますよ。うん。録画していたエキシビも見ました。地上波は、香り、あ、香り、かちゃん、か織ちゃんから始まったよ。蝶々の タや LED の装飾、綺麗でした。こういう演出を見ていて楽しいですね。シャマ君のカムットギザーはかっこよかった。今期、ショートのクリーはクリームキンイーグルが入ってないんだけど、イキシビであるから、えー、満足しています。うん。確かにそうですね。クリームキンそういえば入ってないですね。言われてみると。残んですが、試合の期間が短いせいか、衣装が揺れてきている。うん。イキシビなんですが、シャマ君 NHK 界の時、ボタンがプラプラしていて、ついに1個なくなったんですね。なるほど。 ボタン、いずこへ。えー、サイドのリ,リボン紐も緩んでるよ。<laughs> メンテナンスを。どれか衣装変わんないかなあ、そうなったんですね。うむくんの衣装がなんかボタン1個、どっかに行っちゃったらしいですよ。うん。えー、ということみたいな,なんか、ね。うん。皆さん、結構見てますね。そういうとこね。うん。はい。のりこさん、よろしくお願いします。かぶくん様、お昼寝、爆睡して少し疲れは取れましたか 全日本まで体調を崩さないように気をつけてくださいね。やはり宇野選手ってそういう人なんですね。樋口コーチからステファンのところへ行って、ステファンは宇野選手のことをきっと全進全霊で受け止める。 なんとか復活させてあげたいと一生懸命だったと思いました。その反面、前から面倒を見ていたデニスや島田選手にとっては、どうなんだろうってちょっと気になっておりましたが、そんな風に自分のことより他の選手を見てあげてなんて言える宇野選手って、ぶ分大人になったんだななんて感心してしまいました。前にコメントをさせていただきましたが、今回の GPS の中で、 テニスがスタート前にステファンのルータッチをスルーしてたのを見て、やはり何,何かいろいろと考えてしまいましたが、宇野選手のそんな思いの他の選手にも、えー、伝わっていることだと思いますので、みんな頑張ってほしいですね。マリニー様の宇野選手とステファンの分岐点についてのコメントに感心させられました。うん。ありがとうございます。いや、ちょっと僕もびっくりしましたね。あの、とてもなんか放泣化しちゃいました。うん。宇野君とステファンの分、分岐点っていうね、ことについてね、ね。 嗯。Mm. のりこさん、念頭失礼いたします。先日 GPF のエキシビを見ていて、狩山選手のプログラムに引き寄せられました。うん。どなたかがコメントをされておりましたが、あれ、おそらく今季のフリーで滑ってくるのではと。スピンを右回り、左回りで入れて、かなりの完成度を感じましたんで、来季の狩山選手は目が離せなくなりそうですね。これも確かマーリン様がおっしゃったかな。フリーね。うん、ミラノオリンピックでもしかすると。それと、小田さんの情報を上げてくださった方、ありがとうございます。心配だ でちょっとと安心しししままた。た。ありがとうござい小田君ねの情報、うん。小田さんね、来季もちょっと気になりで、ちょっと今、気持ちの面とかも含めて、ちょっと、で埃を取り戻すために、ね、出てきたのに、ちょっとその誇りがちょっと消化不良になってしまったから、ね、来季もちょっと続けてほしいなと思うんですけども。うん、やっちゃんちゃんさん、よろしくお願いいたします。住吉イモンちゃんのフリーのプロトコルを気になって、女子のプロトコルを見てきました。 うん。リオンちゃんは最後の2本にクォーターが付いてますね。うん。トリプルサルコウダブルトー、ダブルループと、えー、最後のトリプルフリップにクォーター、あ、そう、あ、フリップ最後クォーターだったんだ。カブ君花村つけて、花、花丸つけてるのに謎ですね。あ、そうだったんだ。あのジャンプは僕、花丸かと思ったわ。うん。レビットはクォーター2個で、えー、ピン、サレオネちゃんは最初のルーツにクォーター。うーん。え ピンザちゃんは何あの、3回転3回転は入れちゃったんつまり。ヘンドリックスも3点のトリプルフリップ、ダブルとダブルループフリップにクォーター。うん。花ちゃんはトリプルアクセルにクォーターか。うん。クォーターついたるのは香織ちゃんだけですね。トップの選手たちでも NHK 杯まで行かないけど、結構取られてる感じですね。うん。花ちゃん確かにトリプルアクセルクォーターかなってちょっと思ったんですけども、イオンちゃんのフリップはそうなんだ。 逆に言うと、ピンザローのピツ、ピッツァのトリプルトリプルトーのところでクォーターなかったのかなちょっともう一回見てみますね。うん。そんな感じなんだ。なるほど。うん。そっか、まだ僕女子、あの、開封動画やってないですね。開封ね。 えー、皆様、こんばんは。翔馬くんが優しいそうなんですよ。我がお使命はハートが優しいから。えー、確かあのグランプリ東海クラブを卒業した時に、いくつかコースのところに、かきがしくに行きましたよね。えー、最終的に、ロシアには行きませんでした。それで多分、この後、えー、この頃前後にステファン先生からも、え、校長どうかなみたいなお話があったみたいですよ。市民家では。でもやはり、一番弟子のデニスくんや、え、スロ郎くんがいるから、そこに自分が後から入るのはちょっとと一度ってます。 は了されたららしししく嬉しいけれど気が引けたのかしら多分、そ馬君は遠慮があったのね。自分が入り迷惑になるのではないかとか、いや、いろいろ考え嬉しいけれど、そういう流れがあったかなと、なかったとか。 うん。それから、今季はコーチなしで一人でやっていきますよ、あ、いきます、になり、あのジャパンオープンの切なさよ。えー、翔馬君は、えー、コーチがいなくて、なぜか横目の、横、目の前で美保子先生が蘇田くんの話をお、あ、お世話をしていたわ。私は平気な顔をしていた翔馬君を見て、すごく切なくなりましたよ。うん。その時はコメントをしませんでしたが、自分が今まで小さい時から当たり前にそばにいた先生が自分じゃなくて、えー、ベストの後輩のところに、 気持ち、そんなわかっていても、人間、すぐに切り替わらないわよ。えー、男子はポーカーフェイス、強がるからね。うん。こう人になったから、当たり前だけど、悲しくなりました。えー、私は当時。そしたら、やっぱり、町子先生がソ田君に、何かアドバイスをする時、ちゃんとさりげなく諸馬く君に、何か言われて、ポンポンと肩を、背中をポンポンされて、泣け、泣けましたよ。やっぱり放っておけないわよ。それを照れ隠しかな。 シュマ君は、駅を使ってもらい、ありがとうございますと。もう、そんな卒業したのに。すいません、みたいな申し訳ない気持ちや、やはり駅を使ったのね。そんな人だわ。遠慮するのよ。謙虚なのよ。優しいから、やはりお兄さんきちさは。それから、皆さんご存知のグランプリフランス大会ボロボロのショートの後には、もうやめようかと、家族とも話し合ったくらい。でもか、観客が温かい声応援に泣き、嬉し泣き。姉さんチェンさんも、スタナッパー誰にでもあり。 シューマンは自分の力で必ず立ち上がり、トップに戻ってくると、インタビューで言われてたり、またフランス大会のキスクラをステファン先生が見て、もう見ていられなかったと、なん,なんとかしなくてはと、またシューマン君に声をかけてくれたんで、もうお願いしますみたいな感じで、お願いしましたと言ってましたよ。だから一度日本に帰らず、ツリーのグランプリロシア大会まで、スままフランスからスイスに行き、ステファン先生から指導され、練習してロシア大会に帯同してもらい、全日本選手権も帯同、確かテニス君も一緒に日本に、 コウシロ君も全日本に出るから、ちゃんと1番しゅデニス君にも、幸四郎君にも、シューマ君チームに入れてもいいか、ステファン先生が確認されたとありましたよ。なるほど。二人とも快く承諾してくれてありがとうございました。ということですね。 あ、ありましたよ。ありがとう。えー、そんなこんなに確かッ幕ーーはもう嬉しすぎて思わずインタビューでコーチはステワン先生にお願いすることになるんじゃないかな。あのご発言が、マネージャーのハマさんがもうみたいな、えー、懐かしいわ。テニス君とアイソーでグレスピンの特に顔にインディアンみたいにペインティングをしてもらったり、 またスイスでは確かにお菓子やケーキをデニス君が作り食べたりまたカルボナーラパスタが絶妙にお前らしく調理、えー、上,上手おかわりしたとかパスタおいしすぎてそれからゲームマリオカードが好きらしく一緒にやったりも幸四郎君とショマ君はもともとゲーム仲間で仲良しだったらしく、えー、そんなこんなですごい受け入れられましたがそれでも多分二人は多分遠慮していると思いますよ、えー、自分が出て前に、えー、自分が自分がで前に出るタイプじゃないから謙虚だからもともとグランプリっておかれてもメ,ッシュメニューは自分で考えたりある程度 と自分でできたからという関係ですよ、えー。これからもよろしくお願いします。ちょっとそんな話題があったから補足しておきますね。ステファン先生が見ていないときも次に見たらびっくりさせたらしいですよ。うん。えー、やっぱりショウマくん頑張って。うん。やっぱあれですね。なんか,ほか、ね、他の人の喜ぶ姿なの選手の幸せのねところがあるのかな。ね。うん。やっぱり優しいですね。 ね、なんか先生の喜ぶ顔とか、なんか他の人が喜んでいる姿を見るって、なんかそれで幸せになるって、なんかね、愛を他の人に届けるってすごいやっぱり優しいですよ。うん。頼もしさも感じるし、最近は発言力も出てきてね。本当なんか自分がやっぱりこう自覚とかなんか王女の自覚も感じるし、ね。それからこう、ちょっとね、発言なんかも、なんかみんなが言わないってまあちゃんと言うとこは言って、で えー、まあ,言うわけ、ねありまね、昨年の全日本の時もそうでしたし、ね、選考会の時の発言だったり、まあ、NHK 会の時もちょっとね、あの、今日はね、あのー、まあ、明日、落ち着いてから話そうって言って、ね、徹結局に、ね、ちょっと話したやまあ、そういったこう、まあ、発言力も出て,きて出てきてるなっていうところがね、すごくいいですね。うん。まあ、本当に、あの言、言うべきところはちゃんと言うというところがね、いいなって思うんで、これからもそんな感じでやってほしいですね。うん。